ントリオールはここです。マックジル大学を見学しました。総合大学なのか医科大学なのか分かりませんでしたが、私が見学したのは附属病院です。正門を入ったところです。校内の地図がありました。かなり広いようです。正面入り口です。正面入り口から市街地を眺めてみました。大雨になりました。スコールです。マックジル大学附属ロイヤルビクトリア病院です。小児救急部の案内が至るところにありました。ウィーメンズバビリオンです。女性の精神障害者、身体障害者、外傷者、肥満者などの治療、リハビリなどが男性の目にさらされることなく行われます。駐車場の料金表です。30分ごとに2ドル、最高10ドルです。アラン記念研究所です。ガードナーホールです。